曲げてニアサイドフリック鈴木だ。土壇場追いついた清水エスパルス、これぞキャプテン鈴木芳則。後半のアディショナルタイムにゲームを振り出しに戻しました。1対1。いやすごいですね、完璧ですね。この速いボールに対してのスラッシュの加減もそうですしね、きっちりとファーサイドで待ち構えるイメージ通りじゃないですか。このニアにドンピシャリで神谷が合わせて、井林フリック鈴木芳則というゴールでした。